C の最初からちょっと取れてなかったみたいなのじで、ゃあ張りお切っさらいてで 張り切っていきま張りし切っょてやりましょう。はい、1番どうでしょうか。はい、いいですね。もう利う。はい、いい己です主義はね。違いはまい、すよ違ね。います。はい、2番は、そうですね、実生活の場での援助が必要、あ、重要と、まあ、そうこでれすをね。なんか否定するような要素がなんかあまりない。はい、水溶性ヨード造影剤の副作用について正しいのは何かということで、まあ、E の気管支喘息はアナフィラキシー様反応のリスクファクターでしょうと。ですはね。い、死亡することもありますと。老人性難あ、聴老人性は、難聴に特徴的なのは何かとあいうれでことすでした。ね、はい、何でしたっけ、高音が下がるんで高音すっだけけ、下がるってやつ高で音すだけね。下がるということで、これでしたっけね。メニエールは何でしたっけね。メニエールは、突然そんなのはい、話しちゃいますか。低音だけでしたっけね。低音低だけで音すか。が下がるというやつですね。はい、で、医療面接で患者の話を発聞いて音を妨げ発音を妨げるやつはどる。れですか。まあ、腕腕時計時計見を。たらお前そろそろやめろよそうです的ね、な。なんかあんまり話聞きたくないのかなみたいな、そういうふうに感じられてしまうこともあるかもしれないと。下肢浮腫をきたしにくいのはどれですかと。はい、まあ、丸がついてますけども、本体性高血圧はなんか違うでし関ょう係と。なさそうはい、な。あとは、関係なまあ、さそう低 A な。はアルブミンが少なくなって、まあ、そうですね、浸透圧下がるとかいう感じですかね。はい、水は腹水タプは、タプそういうでやすつでね、すはい、ね。波動でタプタプと、まあ、波動が伝わるかと、反対側に伝わるかとか、あとシフティングダルネスとかそういうので、濁音の、その境界を見たりとかいうやつですね。そういうのもありますと。次は腹部触診で、呼吸に応じて移動するのは、これは胆嚢ですね。はい、後腹膜臓器は、まあ、ちょっと外しましょうということでしょう。はい、次は上腕二頭筋腱反射の診察法として適切なのはどれかという、まあ、力こぶを作るやつですね。で、まあ、曲げてリラックスさせそうてでやりすまね、しょうはい、って曲やつげでてすリラッね。クスと、まあ、3か4かどっちかということで、そうですね、リラックスさせてやるということで、3番でしたということでしたね。次は、まあ、アルコールが乾いてからああ、がそうです基ね、本アでルすコね。ールアはルコ乾ールいてか消らと。毒の基本はい、ですね。乾いてからということでしたね。次、結核の検査についああ、て、これちょっとそうですね、問題にこなっれちたやょっつでと、すね。はい、なかなか、そうなんだという話でしたけど、まあ、痰が出ないときは、胃液を採取してもいいと。なんか、胃酸にも、酸に強いそうでかすら。ね、好酸菌は耐えられるよということらしいでしたね。らしいでしたね。はい。はい。まあ、そうですね、あとは、喀痰から、出たらちょっと良くないということで、まあ、気管支ファイバースコープで痰を採取して、それで隔離の必要性を確かめるということもなかったとああ、そうですいうね。ことでしたっけね。はい、12番、これ何ですかと。メタ解析メでタす解ね。析ですね。ちょっこれとまでのやつをまはい、とこめれまたっでのてやつ研で究をすまとね。めて、ちょっと俯瞰的に眺めてみましょうと。メタには、なんか、後ろとか、まあ、超えるとか、なんかそういう間とか、いろいろなんか意味がありますけど、まあ、そ超うえでるというす。感じの意味で、メタですかね、これは。はい、次は、まあ、そうですね、2分間に人工呼吸の回数はどんぐらいになりますかと。30そうです対ね、2でしたね。30対2が、そうですね、胸骨圧迫対呼吸が30対2で、大体胸骨圧迫が100回毎分ということで、2分間だと、大体200ぐらいでしょうということで、まあ、そうすると6に12、12以上ありそうですね、12以上あって、どんぐらいですかねという感じで、はい、あれ、なんか変なふうに言っちゃいましたね。まあ、大体10回ちょっとぐらいかなというですかところね。でしたね。20よりは10が近いかそうでなすぐね、らいです20はいね。かないでしょうと。関節リウマチの病変が始まる組織はどれかと、滑滑膜膜。と、これはもう、知らなきゃどうしはい、よう知もならいなけきゃど、という普通か、知ってるでしょうっ普て通感知っじでてるすんでしね。ょうということで、これは結構、間違えてる人が多いというか、ああ、問題で、なんか引っ意かかり外やですいすという、意ね。外な問題ということでしたね。入れ替えしたはくい、なりそうでしたすくけない人ど。ですけど、中心静脈カテーテル、まあ、そうですね、そんなに入れ替えてたらちょっと大変ですもんねということでしたよね。確かなんに。か、癌を着たりしてやるっていうような。はい、まあ、だから定期的には入れ替えはしないと、感染の兆候があったら取らなきゃいけないということですよね。はい、じゃあここまででいいでしょうか。